こんばんは。今、午前、2時12分です。で、帰宅、まあ、店が忙しくて帰宅しましたらば、家の前に、隣の家に住んでて、もうすぐ、ピザ職人の修行に、イタリアの方に行くお一個が、まあ、日本で働いてるピザ屋さんの、で作ったピザのお裾分けをしてくれました。で、食べます。で、その前にちょっとこれ昨日買ったやつ。ちょっと、コーラとジャックダニエルズの、ハイボールですね。いただきます。なんか出て、合わせか。温めました。石窯ピザっていうのは、この噛んだ時のなんていうのかな、弾力がすごく美味しいですね。生地自体にも旨味があるっていう感じです。これが今でさえ完成に近づいてるお一個の腕前ですけど、イタリア修行してきた帰ってきた暁にはもうそれはもうすごいことになってると思います。じゃん。